一節より十八節までとなります。創世記の二十二の一から十八まで開けましたか。それではどうぞ。これらのことのあとで、神はアブラムを試された。 神がアブラームよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼け尽くす支え物として支えなさい。次の朝早く、アブラムはロバに蔵を置き、支え物に用いる滝着を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、 神の命じられたところに向かって行った。三日目になってアブラハムは目を凝らすと、遠くにその場所が見えたのでアブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしまた戻ってくる。アブラハムは焼きつくす支え物に用いる焚き火を取って、息子イサクを背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。 二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラームに私のお父さんと呼びかけた。彼がはい、ここにいるわ私の子よと答えるとイサクは言った。人をたきぎはここにありますが、焼けちくす支え物にする子羊はどこにいるのですかアブラームは答えた。私の子よ、焼けちくす支え物の子羊は神が備えてくださる。 二人は一緒に歩いていてた。神が命じられた場所に着くとアブラハムはそこに祭壇を築き竹木を並べ息子イサクを縛って祭壇の竹木の上に乗せたそれがあそしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り息子を放ろうとしたその時天から主の御使いが「アブラハムアブラハム」と呼びかけた彼が「はい」と答えると御使いは言った「その子に手を下すな何もしてはならない」 あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら、私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回し,見回した。すると、後ろの木の茂みに一匹のお羊が角にを取られていた。アブラハムは行って、そのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼け尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所を、ヤーウェイルウェイルへ、 主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えありと言っている。主の御使いは再び天からアブラームに呼びかけた。見つかは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。 あなたの子孫は敵の情務を勝ち取り、地道の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたは私の声に聞きたかったからである。アメン。はい、祈ります。パン軍の主なる神よ。あなたが天下の人間に許された。他には命の救いを得る神はなく、主が許された主の皆、イエスキトの皆だけを 命の救いを与えられる唯一の神、真の神だとを信じる者どもがあなたの子になる資格を与えられて今この場にあなたの子供として近づいてきております。子供たちの礼拝があなたの見心にかなったものとなりあなたの喜びとなり栄光となりあなたの誉れであり続けますよ。子供たちの信仰を今日も真理の言葉を通して正してください。 子供たちが罪を離れて生まれ変わり聖なる神の子供たちでの悔いの残らぬ信仰生活が継続できますよう。祝福してください。我々に出会う全ての人々も必ず救われて共に主イエスす際に備えてくことがてきますよ。う、祝福してください。イエスキとの皆によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤー。えー <laughs> えー、川名氏族さん来てます、うん、彼女が1年半ほど前にうちの教会に来たときには話がろくにできない会話ができない、ね、彼女は人と話をしている時にも他の映像が見えたりあるいはずっと24時間県庁が 聞こえ続けていたからもう彼女の頭の中精神の中心の中は何十年もパニック状態にあったわけです何かを教えようとして一言しゃべるとしても細かく切らないと彼女は聞き取れないそれでいちいち一言言うと例えば家様が私のためにこういうふうに彼女がメモっておかないと すぐ忘れる彼女はもう自分の人生を生きれない状態にあったんです確かにそうだったでしょう、うん、彼女が教会に来始めてから本人は「イエス様を信じればこういう病気からも解放されますか」と言ってますねそれはもちろんですよあなたの信仰主体で、ええ、あなたの信仰主体で 主は一発でもあなたを癒すことができるんだと。ただ信仰を正し,く持つ正しく持つのが大事なんですよという,ふうに教えてきた。彼女は教会で教えるように従うために頑張ったし、それで安心して祈ってあげる。それでも一向によくならないから、そういう日々が続くから、本人は大変ある時には焦ったり、苦しんだり、 教科に来ていてこのようにしてるのになんで治らないの治らないのと疑問を抱いたりしてるわけです。しかし彼女はある時点から祈りの量が増え聖書を読む時間が増えもう毎日手間家に帰っても毎日手話してくるある時は毎日56回も手話してくる。 本人になななってみいいとその気持ちが分かんないでしょうだからそれが私は自分では経験したことはないんだけど多分ん大人でありながら人にこんなに迷惑だと思われるほどの電話をかける時にはそれだけ苦しいからじゃないのか人に悪く思われるのをもう迷惑だと言っていながらも電話する。 しないといけない本人は今なんと苦しいでしょうかというと考えて、ほとんど電話に対応しました。この間彼女の口から聞いた証しがあります。彼女は言ってますね。何十年病院に通っても医学では癒してもらえなかった病気が。今、顕著も、あるいは何この 見学も感情の表現によれば99.9999% 99 99治ってます。ええ。そしてご覧の通りに今落ち着いてますね。私が驚いたのはそのあとの話なの。その後彼女は何て言ってました毎日23時間祈ってます。びっくりしたんですよ。 牧師もそんなに祈ってないの。牧師よりも倍も祈る人になったの。いつのまにか。もし主が教会に来た当時に、最初祈った時に一発で癒してくださったならば、今彼女がこれ,これほど毎日祈り、毎日これほど10時間以上祈りながら、聖書を読むのを夢中になっている。こういう霊的な生活に生まれ変わりができたでしょうか。 敵はしないでしょう。う彼女の信仰の成長ぶりを見ながら主が徐々に徐々に一年ぐらいにかけて癒して、顕著・剣革が治った時点には、もう彼女はすっかり良くなっても、病気が治っても、信仰生活はもっと熱く強く正しくなってます。ハレルヤー。 主イエスが癒したいと思ったのは、顕長剣覚だけじゃなくて、彼女が陸の思いによって罪作りを続けていた霊的な病気を癒して、神と共に生きる。誰よりも神様を信頼して生きる。神の子供に作り直す。永遠なる病気を癒すのに神様が関心があったということです。信じればアーメントを記者様に送って、イエス様の判断がいつも皆さんと私の 判断よりも、はるかに高くなっていることを、はっきり信じまして、どんな音あっても、イエス様を疑わず信頼できる信仰に、寝ても覚めてもしっかりと立ちますように、イエスキュートの皆で祝福いたします。ハレルヤ。皆さん、私が子供の時に、 こう見えても根性型の根性が。ある時、歩いて2時間以上かかる市場の、市場のある町に、うちはすごい田舎の町だったから、2時間ぐらい歩いていかないと、こういう市場がないの。ですから、たまにおふろが、あるいは親父が、その市場に物買いに行くんです。そうすると、ついていくの、歩いて。 行きも帰りも歩きなの。歩いてついていくと、親は必要なものをこう買,い買い物するわけで。しかし、私の目につくのは、いつもおもちゃのラッパだとか、おもちゃの剣だとか、おもちゃの拳銃だとかプラスチック、プラスチックでできてる、こんなものばっかりしか目に入らないの。いつも僕はもう目が 目ん玉が飛び出てよこんなに。親はどんどん買い物して歩いていくんだけど私はそのおもちゃに目がくっついて離れないの離れない。でできれば我慢するんだけどもどうしても欲しい場合は親になねだるの。ねえねえママあれ欲しい欲しい買ってくれ買ってくれ。でママにお耳は聞こえないの。 でも、買ってくれないと、今度あるから、一度、気に入ったのはもうやめれないから、私は。うん、一度気に入ればやめれないの。だから、買ってくれないと、ついにはもう泣きながら、泣きんでたろう。それでもダメだと言われたら、今度はところ構わず寝ん、寝転ぶ。ある時な、寝転んでいったら、たまり水が、たまり水。 田舎の町だからこの道路があってもアスパルトじゃないからね、うん、アスパルトじゃないからこう水が溜まったところがあったりするのところ構わずで転んだたまり水の中で寝転んでるのうーん泣きながらうだ何発かふたたのやろう起きなさいってってあれ買ってくれるまで俺はもう起きないから殴られながら買ってもらった覚えがある でもあれ買ってもらって、すぐ引き、あれ拳銃の時だ。拳銃を引き金引いたら、すぐこの引き金が、どうなった破れてしまう。壊れてしまったの。買っていただいて、興奮もたたのうちにすぐためになったんですよ。お袋に言われたら、ほら見なさいよ。あんな安っぽいもの、ためだよ。親を判断してはためなのに、私はもう目がないから。一度気に入ったからも。 ろまみれになって、やっと買ってもらったのに、古墳も立たなうちに拳銃が壊れてしまった。こういう覚えが何度もありますね、何度も。私が見たときは、これだけ買っていただければもう最高だと思ったのに、親はそれを反対してましたよ。ダメだと。大きくなって私が親を離れて、中学3年の時から、年ね。 都市にある高校に、こう、留学に行きました。早いうちから。それからは、泣き寝じらなくても、なんか私に必要なものがあれば、親が一言声かければ、すぐ、はい、わかった。すぐ、小遣いも、授業料も、登録金。なんでも、すぐ、拒まず、親がすぐ渡してくれるの。もっと大きくなったら、私が言わなくても、 言わなくても親が前もってちゃんと準備しておいて、ね、今度は登録金が登録金が大,大学の大学いくらになるの言わなくても親から聞いてくる準備をした上で皆さんにも経験があるはずなんです幼い時には泣き寝立ても怒られたり殴られたりしながらも求めるものを手に入れることは難しかったのに 大きくなったら一言声をかけるだけでもポーンと渡していただき、求めないものまで親が準備して待っている。皆さんの親も私の親もきっとそうだったでしょう。まして天皇御国の神のある永遠なる親であるイエス・キリストは、なおさらそうなさらないでしょうかアメはできます主ュイエスは、 神の御座をて世にきまして皆さんと私のために命を投げてくれたチのなる神何でもできる神なの。天に行く道を開いておいただけではなく主イエスがヨハネの14の123でこう言いましたよ。心を騒がせてはならない。神を信じ私を信じなさいよ。 神をもイエスも信じないから心を騒がしてる世の人々が、天の御国行く道を開くために、ご自分の命まで投げたイエスギとは、私と皆さんに何を惜しむことがあるのでしょうかと。何でも求めれば必要なものがあれば、何でも命まで奪った神が何でも与えてくださるはずなのに、何で心を騒がしてるの なんで落ち着きがないの神を信じ、私を信じるならば、落ち着くべきだよ。アーメンですか私はこれから父のところに行くんだ。そこには住むところがたくさんある。もしあなたにそれがなければ、これから行ってあなたのためにあなたが永遠に住むべき場所を用意する。用意が終わったら再びあなたを迎えに来る。 家すぎたはこう約束してます。よう生きる間に必要なものばけじゃなくて、よう去って神の国に行く道を開くだけじゃなくて、信じる者どもの信仰のと合いに合わせて、永遠に永遠に必要とする神の御国での住まいだけじゃなくて、命の冠だけじゃなくて、昨日冠まで。救われればいいともなくて、天の御国で報いまで受けるように、昨日冠まで。 いろいろとちゃんと用意してから、それからあとは、まだ迎えに来るで迎えに来る。皆さんと私がまだ求めなくても永遠なるものまで、その国へ行こうと、その国で必要とするものまで用意して待っておられるイエス様が、皆さんと私の身に起きた、体に起きた、この世での地下の間,の間に必要とする、ゴミのように、 腐りよく、虚しい者どもを求めるときに、ああ、それはだめ、これもだめと、惜しむことはあるでしょうか、ないでしょうか。全くありませんよ。それ以上のものを用意して待ってるから。にもかかわらず、なぜ神様が信じる者どもの祈りを即座に、即刻に、また求めたものをその通りに答えることはできないのか。 理由は一つですよ。私たちがまた、幼稚な段階にいるから。弱いから、子供だから。神がポンと必要とするものを与えても、叶わぬものになりますから。アーメンですか神が見た時には、古墳で壊れるおもちゃじゃなくて、もっとまともなものを、まともなものそして永遠なるもの。こういうものを神様は私たちに、 もったいしたいわけですよ。アーメンですかンですなのに、貧困のない人々は、目につくものばかり求めてるの、目につくものばかり。あと5分で民なるものばかり求めてるの。ですから、親との衝突が起きるの。ですから、親に泣きねだっても、ためだと言われるの、まだ。ハレルヤ皆さん、久ん来てます。 ハレルヤ。調子は旦那さんも連れてきましたね。勇さんはね、もう水い臓がもう子宮がもう肺、あっちこっち体の中が全部がなの。長期に肝がついてるだけあって、長期から肝が、肝細胞が溢れてって、長期と長期の間を肝細胞が泳いでるの、泳いでる。 初めて聞いたんですよ。お医者さんが、もうあなた、医学では俺、癒せない。正直に言って癒せない。あとはもう、心を覚悟して、心を準備をしなさい。モルフィンという麻薬を機械で売ってる。心臓をするために。痛みを少しでも和らぐために、モルフィンを打つだけで、治療という ものはもう絶対これ医学ではできないと。お医者に言われたでしょう。結局お医者に言われたのはそういう話なの。でも彼女はその時までは何か苦しい時には教会来ないで死にそうになれば病院にいたの、病院に。その時まで、その日までは。皆さん、皆さんはどうですかなんと信仰の薄い女やと思ったでしょ、今。あんたはどうなの そう思ってるあなたはどうなの何かあれば薬、何かあれば病院でしょこれは彼女だけの話じゃない。何か問題が起きれば人はまず誰に助けてもらおうか。どんな薬飲めばいいかど。どの病院がいいのか。人の頭に浮かぶのはそういうのが多いの大体。何か問題が起きるとまずイエス様にという信仰が。 進行の処方の段階にしてるのはないわけです。彼女があっちこっち肝細胞にやられてよ、体中長期の間に肝細胞が溢れ出て泳いでいるくらい、初めて聞いたこんな話は。初めて聞いた。これほどの状態になって医学の限界を超えてしまったの。お医者にもうダメだと言われるまでは彼女は、 知りそうになれば、もうこの痛みを訴えるところはないから、イエス様にはできない、ポクシーにもできないと思ったからでしょう。まず病院行けば何とか助かるんじゃないかと。思うから当然、一番厳しい時には病院に行ったわけ。でも病院で言われたのは、もう、もうダメ。これ以上は治療はダメだ。そう言われた時に、先生3週間か前の月曜日にポクシーが病院に行ったの。退院しなさいよ。 これ以上医学に頼らないで神様に頼れば。神様に頼れば神様は一瞬にも何でもできるから。ハレルヤあんたはまだ生きてるでしょ死んだラジ,ャはラジャロはお墓の墓で体が腐って匂いまでしてるのに。イエス様がラジャロを出てきなさいと言ったら、一体が、はい、アメンと言って出てきました、一体が。もしイエス様が、 ナザロルと言わなれて死んだ者は出てきなさいと言われたら何人が出てきたでしょうか信仰がある遺体だけが出てきたでしょう。すべてのお墓の人が出てくるんじゃありませんよ。イエスの声を聞ける霊,霊的な状態に信仰にある人はいるの。ナジャルはそうだったの。アメン。ある人はこういう人がいるのね。イエス様がナザレルよ、出てきてと言ったのは 他の人まで出てくる恐れがあるから、ナザロを出てきてる。飛んだ。信仰のない遺体は出てきませんよ。ナザロは生きてる時に信仰があったの。シュイエスを来られる時にも神のラッパの音が聞こえてきたら、天使の恒例が聞こえてきたら、すべての人が反応して、はい、アーメンと言って、謙虚に味かわいがありませんよ。 準備ができた人の霊だけが挙げられるの。アーメンできますイエス様はチェンの神だから、イエス様が出てこいと言われたらみんなが出てくるで、とんでもくれませんよ。イエス様はチェンの神だっても、イエス様の声に信仰によってアーメンができる人だけが出てくる。あるいは挙げられるの。聖書をこのようにいらしかとためない。チェンの神だからすべての人を救うのではありませんよ。 全ての人に出てこいと言うんじゃありません。アーメン。信仰が,罪が、信仰の罪ができたあなただけが、イエス様に出てくることができるの。ヒサミがやっと、ヒサミがやっと、イエス様だけにアーメンができる信仰になったんですよ。それを見て安心したら、その場で、牧師なんか、ボクが体が軽くなりましたよ。ボクが40歳に見えたよ。 これだねうまいねうまい。<laughs> 以前はポクシーは何か言っても言うこと聞かないで病院に行っていたやつがその日はポクシーが四40歳に見えるこれも本ほとどほどにしなさいよ。ポクシー全体こういうのに騙されませんから。あ<れ> <laughs> 意味分かった意味。うん、ポクシーが40に見えたとはんだポクシーが頼もしく見えたという話です。あっ、ポクシーは信頼できると。 そう思ったからななんでお医者に捨てられたらやっと分かったの。お医者に捨てられても、牧師は、あこれから大丈夫。お医者はだめだって言ったのに、牧師は大丈夫だって言ってるの。だから、牧師が若く見えたんだろう。意味が分かりました神が、彼女の信仰が神頼りになる瞬間まで神様が待っていたの。 信仰を見ないと神は絶対働きませんからよ。アーメンですか牧師が40歳に見え、お医者にはもう見込みがないということを言われ、彼女がイエス様だけについていく、決心をする信仰に、そういう告白をするまでに神が待っていて、そういう信仰が芽生えてきたら、安心したら体が軽くなった。そして牧師に言われた通りに初めて言うことを聞いたら、初めて。 去年から言うことを聞かなかったのは入っといてやらない。でも、今回は入っといて退院しなさいって言ったら入っといてすぐ退院したの。月曜日に退院しなさいって言ったら水曜日に退院したんですよ。退院して家に帰ったらその日の夜、旦那を救ったじゃないの。その日の夜、旦那の心臓にショックがあった心臓が、心臓の血管が止まったの。血が流れ込まない。彼女が救急車で病院に連れて行ったらお医者が今来なかった。 ならば、それで今集中しないと彼はもう死んだよと言われた。もしひさみが牧師の言うことを聞かないでずっと病院だよって言ったならば、それで一週間後に退院したならば、そのうち旦那さんは心臓ショックで心臓に血が止ま,ら止まって死んでしまったはずなの。神の言うことを聞いてその通りにしたか信仰を見て神様が彼女も癒し、旦那も救ったの。 アーメンですか何を言っても言うこと聞かない逃げ回る人を癒してあげたならば、彼女は癒されたかもしれないね。一発で癒した。彼女は癒しても信仰のないうちに癒したら彼女は病気を癒せれ自分勝手に歩いているときに旦那が証拠が来たらどうなる旦那は死んだはずなの。少なくとも旦那の命はもうないの。これを悟るべきですよ。信仰によって生きることはいかに大事だろうか。 神が信仰を見ないと働かない。信仰を見ないと癒さない。信仰を認めないと神が何にもできない理由が、なんと皆さんと私を尊重して大事にする話なのか。これを知るべきですよ。神が信仰を見ないと絶対何も働くことができない法則を立てたのは、皆さんと私をバンだけ与えて、病気だけ癒して地獄に投げるためじゃなくて、 霊魂まで救って神の子供にして天国に連れて行くためなのアメ,アメンアメそういう信仰すらちゃんと準備ができれば病気を癒すのは痴漢の問題。この世で生きるのに必要なものをもう求めなくても主が与えて求めなくても信仰が成長して神が喜ばれる信仰に成長していくと別に陸において必要なものは求めなくても主が備えてくださるのを備えてくださ これを信じないといけないですから、牧師、なんで私今はまた苦しいのに癒してくれないの癒してくだされば、祝福してくだされば、この問題を解決してくだされば、先に条件を自分でかけて、そうしてくだされば今度はこういうありと。神様の計画と客の計画を立てている人がほとんどなの。ここにはいないからはっきり言えるんだけど、そういう人いっぱいいるよ、外に行くと。 病気癒しておされば、一千億くらい低くしておされば、百億あげる。そんな計算は俺にもできる俺にも。でも私は求めませんよ。それは信仰でありません。それは神を利用することだけなんです。雨ですか以前、牧師がある人は一度祈ると癒され、ある人は二度祈ると癒され。もう 病院で手を挙げられた病気が簡単に癒されるのを見て、牧師も喜んで、本人も喜んだことがある。しかし、6ヶ月、1年だったら、みんないなくなるの。よその教科に行くんでもない、もう、世に戻るのよ、世に戻る。それを見て、はぁ、牧師は一生懸命祈って、聖霊の力に頼って癒してあげたのに。生きる神を表して、ポンと一発で癒してあげたのに。 通して何ヶ月もしないうちに、チョックのように戻ってしまうのか、と思って嘆いていました。ある時には、ホームレスの皆さんがかわいそうで、彼らを公園に置いて私たちは帰ってきて、屋根の中に入ってくるのが申し訳なくて、彼らに社会復帰を、お金を、生活保護を何とかお願いしますとたくさん祈ったのそしたら、ある日神様が社会復帰できた人 生死活保護を受けるようになった人、あるいは何、えっと、年金受給者になった人たちの姿を何人か見せて渡る。初めは牧師の前に現れて、教会のおかげ、牧師のおかげ、上野の家様のおかげとか、とんでもないことを今こすってる。ああ、そうかなと思って、頑張れだからと言ったら。この人たちもみんな何ヶ月も死ないうちにみんな教会から離れ離れ、道端で今度牧師になっても、お前誰という。 もうお前にお世話になってないから関係ないでしょとこういう顔ですれ違う姿を見たのその時衝撃を受けた衝撃をなるほど彼らがチリッとできるようになったら今度はポキシをお前こんな顔で見てるポキシとの関係が切れたんじゃなくてイエス様との関係が切れた証拠なのイエス様に対するこれっぽっちもの心がもう残っていないという証拠なのこれを見た時に悟ったの主よ もう彼らの社会復帰のためには決して祈りません。なぜお金を持たして地獄に戻すのと一緒だから。信仰のない者どもにいい仕事が見つかる病気が治ったら、病気治してお金持たしてまた地獄に U ターンさせるのと一緒で。信仰がない人が何かいただくのは、信仰がない人は何か申請勝利するのは、これが 罪だと言21の4節で言ってます何が罪悪人すなわち神に逆らう者神を信じない者信仰によって生きない者どもが成功するのは罪だそうですよ罪だから信仰がない人を助けることは信仰がない人を癒すのは信仰がない人の祈りに応えるのはその人を罪の中に戻すことなの ですから信仰を見ないと主は働けないということな信じますか信仰なしに世界一の金,金,金持ちになる。これ、祝福だと思って憧れるつばたらす人いないでしょう、この中には。皆さん、信仰がなければ病気のまま死んでもいいの。信仰を目指す心を注ぐために。 神を最後まで頼って生きることを、そういう生活を守るために、死ぬまで病気のままでも、あるいは死ぬまでホームレスのままでも、まだいいホームレスから解放したら、すぐ家様から離れ,離れる。死に至る病気から解放させたら、何回月もたたのうちに、教会からイエス様から離れる。これが祝福じゃありません。これが勝利じゃありませんよ。 ですから神の祈りの答えが遅くなるというのは、こういう理由があるの。すぐ祈りの答えを受け、すぐ病気が癒されることばっかり喜ばないで、自分が罪から出てきて、霊的に神のことして成長していくことを求め、それに生きる価値を、望みを見出すべきです。アーメンですか国会者も一緒ですよ。 ポッカイサたもん。私も最初は自分で世の中をやめて、イエス様にたくさん毎日7時間祈って、毎日聖書40ページ以上読みながら、イエス様のことばっかり考えながら一生懸命すれば、力がどんと注がれて、私がイメージする素晴らしいポッカイができるだろう。と思って昼夜もなく、霊的な生活に夢中になりました。 二年だって三年目になりがけた時に主がおっしゃったの。今お前が求めてるものをお前にあげたら、お前まで倒れる恐れがあるから、それは今あげることはできないと主に断られたの。もし私が二年も祈らないうちに、主に祈りの求めたものを断られたら、祈ってないうちに断られたら、がっかりして、ああ、興味ないな。面白くない。 あっち行こうと思ったかもしれません。知れないね。でも、2年間しっかりと祈ってたくさん見事は読んだ。あと2種が、それはダメ。これを求めなさいと言われたの。そしたら今度は、ちょっと一瞬かっかりはしたんだけど、でも、これを、この道を諦めることはなかったの。諦めることはなかったの。あめできます祈って主の霊の力に満たされないうちに、 それじゃなくてこれだよと言われたら、私、これに対する意味が分かんないから、すぐ心が冷めたかもしれない。それですぐ一生懸命祈る生活をやめたかもしれません。でも、間違った熱心で一生懸命求めて、2年間ちゃんと聖書を読んで、精霊の力に満たされた後、それじゃなくてこっちだよと言われたら、諦めはしなかったのかっかりはしたんだけども。それで、祈り続けました。 皆さん、もし、たくさん見てるのは、ポッカサーじゃ、自分なりに頑張って、それでも神がかみすぐ答えて、すぐリバイバルが起きなかったりすると、かっかりして諦める人をいっぱい見てるのいっぱい見てる。しかし神はなんで答えないの人が求めたから、ボクシーたちが求めたから全部答えたら、その人が倒れてしまう恐れがあることを神はこどにだから、求めたから、 全部認めるわけじゃない。神が認める水準に来たときに、主が答えてくれるアあみですかその後、自分の信仰がまだそこまで、神の求める水準まで行ってないことに気がついて、ああ、私はこういう水準を求めてた。神はここまでを待ってるんだ。それを直されて、指摘されて、そで祈りのテーマを変えて、神に、 合わせて祈り求めたら神の愛の力が注がれ始めたら今度,今度は目が覚めたの目が目が覚めてはあポッカイというものは何なのかもし私に力ばっかりやったならばホームレスたちをみんな無視したじゃんお前らは金も稼げないし研究もできないし病気だらけだし悪霊だらけだしこの私が癒してはいないとお前らは何もできなくてに彼らを無視したかもしれないよ 力ばっかりやって愛はなければ。アメン。しかし、愛の力に満たされて彼らを見たら、ホームレスの死んだがもっと可愛いの。一般死んだの中にはヤギがいっぱいいるヤギが。あおれ献金してるからヤギ。あおれ祈ってるからヤギん。なんか知識があれば偉そうにボクシーを教えるの。 ポクシーを教える信者だ牧師ポクシーこうした方がえよとか、あんたが羊飼いなの俺が羊飼いなのこれがわかんないヤギの信者がたくさんいるの一般者の中には。でもホームレスの中にはみんなヤギはいないし。はじめはヤギはいっぱいだったけど、イエスの愛で彼らを炊いたら、すぐ彼らはもう、おにぎり一個に満足するご飯一杯に満足するあとはみんなアメン。 ああこれは人じの群れ人じの群れ愛を持って彼らを見たらこれはみんな人じの群れなの愛がなく力ばかり持ってたならみんな彼らをバカ野郎を無視したんだろうだとすればそういう命を私に任すことはできませんよあめですか今もはっきり言いますが 一日を弱い人のことを心配しながら生きてるの。皆さん、金ある人に電話してきて、ああ、ご飯いっぱいおごってくれと。今まで20年間私が言ったことあれば言いなさいよ。一回もないの、ね、一回も。金ある人と共に遊んだことは一回もないの。いつも困ってる人のことばっかり考えながら、心痛めながら祈りながら。 そういう愛の力が私にはなかったの。これがイエス様にいただいたものなの。いただいたもの。これがあったら倒れにくくなる。力ばっかりいるとすぐ倒れやすいんだけども、神の愛の力に満たされたら、まず自分が安定する、自分が。自分の目が両方とも開くの。 ああ、人の霊魂はみんな、人の霊魂はみんな差別しちゃいけないんだ。逆に持っている人よりホームレスの方がもっと素直なの。それが見えてくるのは神の愛の目で見た時なの。神の愛の目で見ないとホームレス絶対有益だと思わないの。ああ、めんどくさい。もう10年も20年もやったからもうそろそろやめようと。 そう、私が人に言われるときの辛抱品もうたくさんやったんでしょう。もうやめても。これはやめれるもんじゃありませんよ。金になるのではないの話じゃなくて、一人の人間は救われるか救われないかの話だから、もうこれまで自分やったからやめてもいいじゃないかと。ど,んどうしてそんな言葉が出てくるの彼らを、彼らを霊魂として見ないで、彼らを金があるかないのか、仕事があるかない,なないのか、 そういう意味で判断するから、20年もやればもういいじゃないのという話が出てくるわけですよ。これは、うちの教会が存続する限りは、やめることはできない、人の霊魂を救うことなの。これは、焚き出しでありませんよ。焚き出しじゃないよ。アあ、みですかじゃあ、私がこうすればこうなるだろうと思ったのは、 本当に幼稚な段階での誤った信仰でした、間違った信仰でした。こういう信仰では神が喜ばれる牧師に絶対なりませんから。神は私の祈りに応えなかったの。2年も毎日7時間祈ったのに、考えてみてよ、皆さん。皆さんが今日から2年も毎日7時間祈っても答えがない場合に、ほとんどの人ががっかりするだろう。 ほとんどの人が。そうじゃありません ?2 年も毎日7時がいのたよ同じ手間を朝昼晩、短縮しながら、すべての人生をイエス様にかけるつもりで、それでも答えがなかったとすれば、ある人は天に指さしながら、神がとこいるろ、神がとこにいるろ。こういう人がきっと外からは出てくるかもしれませんよ。この中には一人もいないことを信じますが、だから皆さんの前でははっきり言えますが、 それでもかっかりしちゃいけませんよ。わけがあるから。わけがある。主は、主がまだ答える信仰になってなければ、主が答えられる信仰になってなければ、2年じゃなくて20年求めても、主が黙ってるしかない。アーメンですか主が答えるためには、主が認める信仰に立つべきですよ。アーメン主が認める喜ばれる信仰に 立つのが主から答えを受ける瞬間なの。雨2年も毎日7時間祈ったからからからと、そればかりを傷にして判断すると、かっかりするの。神様に神指をさすの。こんなにやったのになんで答えがないのと。神様が悪くなるでしょう。神様が。これが神が私たちを愛する。 証拠なの。間違った祈り、間違った信仰には決して共にすることはできない、答えることができない、癒すことが働くことはできないのが神が人を愛して諦める、捨てることが地獄に送ることはできない証拠なの。証拠愛の証拠なんですよ。アメン人間どもの中ではたまに答えたくなくても あげたくなくても、うるさくしつこく出立ってくると、もう、何にも考えない。うるさいからただポンと当たる場合があるでしょ。う人間の場合は。うるさいから。でも神様はうるさくてもそれはできないの。めんどくさくても全部相手にするの。簡単に捨てれないの。雨ですかですから神のことを誤解しないで。今祈りながら、なぜ牧師できないのと。 嘆かないで、悲しまないで、神を恨まないでよ。わけがあるの。今あなたに答えたらあなたはそこでとどまるの。倒れるの。アメン。人パウロが目に病気があって、手で歩き、伝道し、説教するときにも人々が見るとわかるような病気を忘れていたの。だから彼ら体の人々は、自分の目でもえぐり出してパウロにあげたいと思っていたの。 私が目を患ったら目ん玉をえぐり出して私にくれたいと思う人がいれば手を挙げて。一人もいないじゃん一人も。んパウロは目の病気を患って見た目でも惨め,めだったの見た目でも。だから人々が見て惨めな病気を目に患ってたからもうかわいそうになって。パウロの目の病気のことで死んだたちが心が燃えていたの。 それで自分たちの目で目アもエグラしてパウロにあげたいものだと思ってたのあパウロに負けたね俺は <coughs> パウロはメンタマをエグラしてくれたいと思ってたんだから彼らにいっぱいいたんだけどもここには一人もじゃないか、一人も俺のポッカイはなんだハレル <laughs> ああ、メタノコで命くれるあれれ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  だから、北海シャデル・パウロは当然、福音伝道シャデル・パウロは当然これが気になるならない気になるだろう。人の前で喋るときに目が、目の病、患いがそのまま丸見えたから。ある意味では苦しいし、ある意味では恥ずかしいし、ある意味では全能なのかみょっちゃいっていながら、お前はなんだ、目の病気はと。だから、いろいろと頭の中が混雑していたはずなんだ。 それで彼が神様に祈ったんですよ。主よ、この目の病気を取り除いてくださいと。三度も祈ったって、三度も祈ったというのは、たくさん求めたと。その時主が、私の恵みはあなたに十分だ。目の病気をコリンと二の手紙ガ十二の七筋で何と説明してます、何と。 目の病気を、サタンの死者、陸大のトゲついて,てます。目の病気、サタンの死者、悪霊が入っていて、目を煩わしているということです。悪霊を、目を、目の病気を起こしている悪霊を追い出してくれないイエス様が。これすら追い出して、これを目の病気すら癒してあげれば、あなたはおごり高ぶる恐れがあるから。おごり高ぶる恐れがあるから。 これを癒すことで逆に恐れ高ぶって罪を起こして堕落する危険性があるから目の病気は癒せないと断られたの。これがパウロの信仰なの。もしパウロが目の病気を癒してくださってもおごり高ぶる罪を犯さないような愛の力に満たされていたならば話はどうなったでしょう。目の病気を きれいさっぱり癒してくっても、絶対おごり高かごりで、さらに減りくだって、さらに謙遜に、柔和に、車を信仰に、を目指していたならば、目の病気も癒されたわけです。あ雨ですかこれがパウロの信仰の大きさなの。他のところで見たら、パウロのそういう危険性が危ないところが、聖書に書いてありますね。 マルコが一回動、天道旅行に共にしなかったことを根に持っていて、天道旅行から外そうとする。そしたら、パルナバが、いや、連れていこうと、誰でもしくじるでしょ、一回ぐらいしくじっても目つぶって、愛を持って抱擁して一緒に連れていこうと言ったら、パウロはそれは許せなかったの。だから、パルナバとパウロが激しくもめたの。ほで、二つん、もに分かれてしまったの。 カルナバはマルコを許したいと思ったの。一緒にしたいと思ったの。これはもう反対しても怒ったのは誰なのパウロなの。なるほど。目の病気すらなければ、これよりももっと怒ったり、もっと人をさばいたりする人にきっとなったはずなの。そういう、それがパウロの信仰なの。そこまでが。だから神がパウロの全ての祈りに答えができなかった。 アーメンですかそれが逆に、目の病気まで癒されて、おごり高ぶて、もう俺以外には人がない、みんなさばいてしまったら、パウロは用いられて、地獄に行くの。パウロを捨てたくないから、パウロの信仰に合わせて、あるものは答え、目の病気だけは答えなかったの、神様が。孤独ごと全部癒してもらい、全部答えてもらい、 全部守ってもらいたいと思うならば、パウルよりもいい信仰を挑戦すればいいのを挑戦すれば。アーメンですかパウルの信仰が人間の信仰の最高の水準ではあなりませんよ。イエス様が人間が見直うべき最高の水準なのアーメンできますかイエス様のような愛の力、ニュアな力に満たされていれば、パウルよりももっと大きく落ちられる。 もっと強くなることができるんだということを聖書は言っています。アーメン。神が聖書で約束しているのは、パウロの信仰の大きさまでなくて、イエス様の信仰の大きさまでを聖書は約束しています。アーメンですか皆さんにはっきりと言いたいのは、信仰によって、正しい信仰にて何を与えても、溺れたかぶってつまずかない、倒れない、脱落しない、 堕落しない信仰すら皆さんが守っていれば、守っていればよ、パウロよりももっと大きな集めを果たすことができるようになるんだと信じて挑戦しますよ。私たちの挑戦目標は、パウロでもヨハネでもありませんよ。イエス・キリストなの、イエス・キリストの信仰の大きさにまで成長しなさい、進みてなさいと聖書は言っています。そうなるためには、私たちが、 信仰が必要なの。まずイエスを絶対信じる信仰が必要なの。そして何をいただいても罪を犯さない聖なる罪を離れた信仰が必要なの。アーメンですか終わりの時代にはそういう人々がたくさん欲しくなります。イエス、パウロに代わってヨハネに代わってじゃなくて イエス様に代わってイエス様のようなちょっとめが果たす者どもが、これから終わりの地帯にこのようにたくさんお引の皆さんを見れば、私を見れば、パウロを見た、ヨハネを見たじゃなくて、イエス様を見たという人が出てくるの。これを目標とすべきです。アーメンですかこれは、これは傲慢じゃなくて、これは確信なの。聖書の約束に対する確信なの、確信。アーメ。 私は何もできないと思うのが謙遜じゃないの。イエス様の大きさに約束を信頼して、これに従って、疑わずに求めるのは、これは、これが謙遜なの。意味わかりますか神に従わないのが、高慢なの。従わないのは自分で基準を決めるのが高慢なの。神の基準に自分を従わせるのは謙遜なんですよ。アーメンですか 성셔는 기준이 시다가와 지붕오 시다가와서는 누가 그래서, 그려 모더메르누가 신고대하리, 캔손대하는 누 지붕오 기준대 지붕오 기메르누와 고래가 지붕과 예사마노 탓지반니고 고래가 고만나노 할렐루야 히도가 기준이 나르누가 고만나노 예사마가 기준이 나르백기다 성서가 그것을 약속해 줘서 그래 아멘 신고によっ 数人といろ信仰によって、皆が同じ道を歩んでいても、皆が命に皆が用いられるわけではありませんよ。信仰のどれぐらい準備したかによって、信仰の大きさによって、あるものは金のようにあるものは金の,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 のようにあるものは、塔のようにあるものは、木のようにあるものは、陶器のように用いられます。信仰の大きさによって、それぞれ同じ 後悔の身を渡ってもイスラエル民族は守られエジプト軍は武器を持ったまま水没させられたの。アーメン。同じ後悔の身を渡って同じアレノを四十年歩き回っても、ある者どもは後悔、アレノで倒れ、ある者はヨルダン川を渡ることができたの。同じこうヨルダン川を渡っても、アカンの家族はうち石打ちされて殺され、 あの者どもは約束の土地、父と密の流れる土地を占領することができたの。全部これは個人の信仰の問題だと。信じたいと思った人だけが、アーメンタクション。イエス様に思い切り多くて、今日から新たに信仰に挑戦できますよ。主イエスキルソトナで祝国いたします。それではイエスを呼んでおります。イエスイエス